今日はですね、2018年にお引き渡しさせていただきました、平屋小箱のオーナー様宅にお伺いしています。もう約2年ですかね、今どんな暮らしをされているか早速話をお伺いに行きたいと思います。行ってきます。おお。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はですね、2018年にこちらの平屋の小箱を引き渡したオーナー様宅にお伺いしています。ね、今日どんなね暮らしをされているのかちょっとお話しさせてもらいたいと思います。今日はよろしくお願いします。主人も私も、小さい時から持ち家で育ってて、で庭付きで、そういう環境で子供たちにも育ってほしいなと漠然と思ってたので、子供が小さいうちに建てたいなと思って考えました。一番最初はチラシが入ってて、ストーリーハウスさんのそれが、確かがウェーブ、アレンのチラシが入ってて、で主人が木の家がいいってなんとなく言ってて、絶対これ好きだろうなと思って、私そういうチラシいつも捨ててたんですけど撮ってたんですよ。ですぐ見に行って、で主人もすごく気に入って、でもう家をその時は建てるっては決めてなかったんですけど、もう建てるならここだって最初から決めてて、であとはこの下の子が生まれたタイミングで家を建てようかって話から、じゃあ野田さんにお願いしようって。テレビに出るんだから。でアレンのモデルハウスを見て、もう一目惚れ、あもうここだなって。初めて来てもらったのが多分5年前ぐらい。一番最初は本当はもうストーリーハウスが立ち上がって、本当最初の頃にまず来ていただいて、でまあそのちょっと間が空いたんですけど、ちょうど熊本地震の時に自分の家の小箱を建てて、で、まあ、半年ぐらいモデルハウス公開した時にも来ていただいて、車で来てもらって、分譲地の、ね、下水の配管のところに車ちょっと乗り上げて、レッカー呼びましょう。でさ、すごい寒い時だったんですよね。お世話になりました。記憶がすごい。なんかね、そういうのもいいかなと思いました。そうです、家を建てようって思う前から先に会社はここだって決めてました、勝手に。もうここで建てるって勝手に決めてたので、こう勝手に自分たちでこう試算したりとかしてて、ですぐ野田さんにも直接連絡をして、でそれにすぐ答えていただいて、熊本地震の本当後だったのですごい大変な時期だったと思うんですけど、結構無理を言っていろいろ頑張っていただきました。感謝してます。車の事件もあったから、もうすごい優しい人だなっていうのと、あの時自分の奥さんもそうです奥さんもいらっしゃって、あとその主人が最初に言ったのは、あんなに住宅メーカーの人で営業してこない人は初めてだったって言って、なんかすごいほのぼのーとされてるから、なんか逆にすごい安心して、こうなんか確かにガツガツしてくる、なんか家を見に行ったらガツガツ営業の人が来るイメージだったので、なんかほのぼのーと優しくしていただいて、すごくなんだろう、身近に感じるなぁと思いました。装飾系だったですね。野田さん大好きだもんね。あら、野田さんのこと大好き。うん、あら
野田さんって優しいよねって今日言いながら帰ってきました。今日は厳しいね。ちょっとはいつもと違うから、うん、可愛らしいなって思いました、うん、特にモデルハウスは結構可愛い感じでしたよね。今日はそうですね、外観がやっぱりあの他のお家とは違う個性的なのがすごくいいなと思いました。なんか人と一緒なのが嫌なタイプなので一味あるような外観もすごくいいし、内装もなんか他 の, あのモデルハウスというか完成見学会見せていただいた時になんかいろんな形が あって自分の色を出せるような小箱はいいなと思いました。最初はあのモデルハウスのアレンが良かったんですけど、お値段的な音が一番最初にあって、でその後小箱のモデルハウスを隣に建てられたんでしたけど、そうです。でそれを見て、うん、で雰囲気もすごく良くって、あアレンより小箱の方がなんか身の丈に合ってるかなって思って小箱にしました。主人は絶対ガレージって言うと思うんですけど、造作洗面台とあとそこの後ろの収納は、うん、こだわったんで、うん、好きですね。結構シンプルな家にしたいなって思って、なんか結構個性的なお家を建てられる人が多いし、そういう方向けではあるかなとは思うんですけど、逆にすごくシンプルな、なんか内装はありきたりというか、うん、なんか外観はすごい個性的なので、入ってきた時は、うん、シンプルに、なんか私好みにしていいよって主人から言われたんで。あ、どうぞ。んですかね。だから部屋を明るくしたかったんで、ここ の, あの内装の壁紙は全部白く柱を隠してっていうのはあの、うん、結構上位の方の優先順位的な高いところですかね。あとは収納ですかね。なんか結構シンプルな間取りなので、そのクローゼットとかつけることもできたと思うんですけど、まあ、小箱は自由度が高いので結構 DIY されることも多いし、で子供たちも大きくなっていくときに、こう部屋とかこう変わっていくからあんまりいろいろつけなかったんですけど、なんか洗面所とかキッチンとかいうところのなんか収納は多く取って、はい、こだわって間取り作っていただきました。こちらのご自宅はあの勝手口ドアをキッチンの後ろに設けられてまして、でもこの勝手口ドアつけたのは、やっぱそのゴミをこうすぐに出したりとかされたいってお話をされてた記憶がすごいあって、実際どうですか、やっぱ結構活躍しますか、手口とか。めちゃくちゃ使うわけじゃないんですけど、やっぱりあった方が便利で、結局やっぱ後ろの方に、うん、ゴミも置いてるし、あとやっぱ帰ってきた時にこっちが駐車場なんでこっちから荷物をバッて置いたりですね。あと、まあ、方角的に こっちが東なんで、若干やっぱあった方が光が入ってくるので、だから優しい光が入ってきますね。あることで明るくなったなとは思って、うん、すごい便利です、うん、やっぱり木の家っていうのと、まあ、木の家が好きで、ちょっと違った、まあ、みんなさんと違った平屋にしたいで、あとはそうだな、結構注文住宅って決めることが多すぎると私は思ってて、小箱は企画住宅になるのでといっても結構自由度が高い、間取りも変えられるし、うん、なんかオプションとかもいろいろあるので、結構お安いのに自分の好きな家が作れる、あとは
思ったのは、注文住宅って、建てたことはないからわかんないですけど、うん、なんか多分イメージしにくいのかな、建ててる途中の様子というか、なんかモデルハウスを見に行ってもこのまんまの家には多分ならないと思うので、小箱だとある程度想像ができて、でその通りにやっぱりできてったので、もう出来上がった時になんかイメージと全然違うというのは全もうなくって、なんかイメージ通りの家ができたっていうのがあるので、多分家をその建てやすい、作りやすいっていうのもおすすめです。多分他の注文住宅だと完成しちゃってて、なんか手をつけたり穴開けたりするのが多分できないのかなと思うんですけど、小箱だと、小箱だからこう穴開けるじゃないですけど、そうそう、まあ、味が出る、うんうんうん、手を加えても、野田さん何も言わんかなって感じですかね。なんか結構してる人も多いので、あ、うちもしてみようかなとか、なんかもともと好きとかじゃなかったんですけど、せっかくだからやろうかなって感じで、どんどん、ハマってって、工具も増えてるし、やりやすいですね。掃除はしやすいです。やっぱ平屋だからっていうか、ほんと掃除機でバーってしちゃってすぐ終わるので、それはなんか2階建てにしなくてよかったなってすごく思います。まあね、床がバリアフリーなんでコボコボですね。で、子供たちが帰ってきたらもうわーってなるので、いない時に綺麗にするみたいな感じで、もういる時は諦めてます。広すぎないので子供が何してるかも把握しやすい、し、一応もうあっちに遊ぶ部屋があるので、もうおもちゃ持ってこないでって言って、であっちでワイワイ遊んでてもこう感じる、子供を感じることができるし、自分もちょっと歩いてすぐなのですぐ怒りに行けるし、ね、送った後は私が一人で過ごす時間が多いんですけど、掃除したりとか、趣味の時間、やっとなんか一人時間ができるようになったので、もう今まで下の子がずっといたので、今やっと私が家を堪能してるって感じです、ね。それは例えば、やっぱコーヒーをそうです、ね、自分で入れてこうしみじみ飲むんです。そうです、しみじみコーヒーを飲みながら、なんか刺繍にちょっとハマってるので、刺繍したりとか。収納を結構考えた方がいいかなっていうのがあって、物をどこに置くのかをある程度決めて間取りを決めた方がすごくいいなって思って、思いました。なんか小箱は結構シンプルなので、自分たちで棚を買って収納を作るか、まあ、うちはこうちょっと間取りをオプションとかでこう少しちょっとへこませたりとか、ね、しましょう、して工夫をしたんですけど、なんか収納が少ない、悪く言えば少ないので、それをいかに工夫して収納するかを考えるとすごくなんか可能性が広がるかなと思います。で、間取りもそれに応じて結構変えられるので、単純に家作りってっていうところからなんか悩んでる方、一番最初に野田さんと会った方がいいかもしれないなんかもう多分うちもそんな他の会社ともう比較検討ほとんどしてないんですけど、一回だけなんか念のため違うとこも見学に行こうかって言ったんですけど、やっぱり営業の方とか、やっぱ人の良さで結構お家決めるっていう人もよく聞くので、なんか本当に野田さんと会った後に行ったんで、うちは特に、あ、ここじゃないねってすぐ思いました。と、なんかもともとストーリーハウスさんは、この修繕とかに強い会社なので、すごいなんかちょっとお家のこととかもすごい相談しやすいし、今後なんかメンテナンスのこととか全然そういうのは
不安がなくて、長く付き合いがきっとできるだろうなって思うので、そこはすごく、他の普通の住宅メーカーさんと違って、なんか信頼できてるかなと思います。今日はですね、2018年に、ね、この平屋工場をお引き渡させてもらって、どんな暮らされているのかとか、すごい興味津々だった。今日お時間作っていただきました。今日ありがとうね。また遊びに来ていいかな？いいよ。いい？いいよ。よし。じゃあそれではね、あっちに向かって。それでは皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。バイバイ。バイバイ。